バーレージザバーズバンバーレージヘンドリク、ペトルスベルラーヘイオランダを代表する建築家、都市計画家。オランダの近代建築の父と呼ばれる。1920年から1935年にかけて建設されたアムステルダム南部計画地域、拡張部分がアムステルダム派の中核的宣言の背景をなし、その出来栄えはウィリアム・ホルフォードや ジークフリート・ギーディオンに絶賛されるアムステルダム生まれベルラーヘはヘンリー・リチャードソンのネオロマネスク形式のレンガ建築の影響を受けたこの影響はアムステルダム証券取引所の様式に見られるこの建築にはウジェーヌ・エマニュエル・ビオレルデュークのアイデアも取り入れられている1911年にアメリカ合衆国を旅行の際 フランク・ロイド・ライトの強い影響を受けた。ベルラーヘは、オランダにおける、近代建築の父と考えられ、伝統建築から、近代建築への過渡期にあって、デステールのグループを含むオランダの近代衆議者に、影響を与えた。同名の息子、ヘンドリク・ペトルス・ベルラーヘは、天文学者。ありがとうございます。